南北共同宣言6.15南北共同宣言6.15北南共同宣言は2000年6月13日から15日にかけて平壌で行われた南北首脳会談の結果会談最終日の6月15日に合意文章として大韓民国大統領の近代中と朝鮮民主主義人民共和国国防委員長の金小日との間で締結された 合意文書である。南北共同声明は1972年7月4日に発表された南北共同声明、1991年12月13日に締結された南北基本合意書と並び、朝鮮半島の南北対話に関する基本的合意文書で南北共同宣言や南北基本合意書で合意した自主、平和、民族大団結といった 祖国平和統一の原則を改めて確認し、統一案として韓国側の主張する連合政案と北朝鮮が主張する緩やかな連邦政案に共通点があるとし、その方向で統一を目指すこととした。それから南北間の大きな懸案である離散家族再会の実現、経済協力や社会、文化など様々な分野での交流を、 促進するなどといった内容についても合意がなされ、実際、2000年8月には、離散家族再会が実現し、混合産観光や、海上工業団地事業など、南北の経済協力事業は、右予曲折がありながらも、現在まで進められている。なお、末尾文で書かれた、金正日の韓国首都ソウルへの訪問は、2011年12月17日の、 金正日死去に至るまで実現することはなかった。南北共同宣言、南北共同宣言報道部在日韓国、民主統一連合ホームページより意味を原文まま、保険、ありがとうございます。